どうもー、海坊です。今回は王林復刻ガチャー、こちら引いていこうと思います。いや、ついに来ましたね、このバウンティー界最強キャラ王林復刻ということで、これはもうみんな聞くでしょう。我慢できないでしょ、このキャラは。今日ちょうどね、50ダイヤもらえたんで、これはもうみんな引くんじゃない。いや、いくら 4.5 周年の新キャラ控えてるとはいえ、これは我慢できないでしょ、さすがに。マジでチート級に強いからね、このキャラは。いや、まさかオリンが復刻するとは思わなかったな。このタイミングで超フェス来るんだね。いや、マジで熱いよ今日。まあ今回もいつも通り10連しか引けないけど、最近マジでガチャ運死んでるんで、多分この日のための布石だったね。ここで超フェスオリンを10連で当てるための布石だったと思うんで、今日マジで当てます、この最強キャラを。ということで、もう早速引いていきます。マジで頼むよ、本当に。マジで欲しい、このキャラは。お願いします。頼むよ。魂込めろ。全集中して引きます。マジでお願いします。本当にお願いします、オリンさん。マジでお願いします。おっきいよ、仲間さんにいて。いや、全然、まだこっからフレーズだったら全然あるぞ。オッケー、金来いよ、頼むよ、32の。32来ない？お願いします。いやー、27？え、マイナス2でもあんのかな？金来い。いや、え、マイナス1ってあるのかな？え、どうだろう？え、ワンチャンある？マイナス2でも。頼む、お願いします。お願いします。ディフェンダーだよね、マジでお願い。いや、これマイナス2って多分あるよね、マジで。いや、ワンチャンあるか、頼む。え、ワンチャン、嘘でしょ。あー、終わったわ。うわ、終わったわ、お前。いやー、マジか。いやー、さすがにないか、2体引いたし。いやー、ディフェンダー2人だけど、あいつらか。いやー、厳しいわ、これは。いやー、さすがに出ないか。いや、10連でこの引きは全然神引きだけど、いやー、さすがにないか、オリンは。まあ、でもまだあと19日ぐらいあったんでね、こっからダイヤ貯めて、必ずこのオリン当てます。ということで、こちらのガチャ引いた方は、ぜひコメントで何が当たったか教えてください。ご視聴ありがとうございました。また次回のお楽しみ。さよなら。